はい、皆さんこんにちは、月です。のちんです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。今日はですね、ご神木トークというところで、まあ、ちょっと前の動画からですね、たのしんさんと私の衣装がちょっとねチェンジしているの皆さん気づいてたと思いますが、大好きなねワークマンに行ってきたんですよ、ちょっと前に。それでね、ちょっといろいろ調達してみて、したらですね、まあ、今回もかなりヒットな商品ばっかりだったので、今日はここでちょっと、ね、ご紹介させていただければなと思っております。まあ、グダグダな内容ですが最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。じゃあまずはですね、あのコメントでよく来てたのがですね、その楽しみさんの前掛けにおなた何ですかっていうのがよく来てたんですけど、あら何ですかと。エプロンです。エプロン、そう、ちゃんのとね一緒なんですよ。実はちょっとね、立ったらわかるかな、うん、そうそう、ま、一緒もんね、全く同じやつで柄違いですね、はい、で、楽しみさんはですね、前に掛けるよりもちょっと顔が映ってないはい、ちょっとすいませんね、あの楽しみさんはですね、前に普通にまあこう掛けるじゃなくて横にね、そうそうそう、横にしたいのね、掛ける方がまあ取り出しやすかったり、そうそう、歩きにくいとかある？全然ない、一切ない、ま、前にしてるとよ、いやもうあのノコギリを横に置いてるからさ、あー、そう、そういうことか、そうそう、こっちに道具類をベルトに引っ掛けて、そう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 、下げるから、うん、こっちの方がいいの、こっちやったら全部使えるから、ポケット3箇所、うん、そうついてるんですよね。前に一番でっかいので、左右にちっちゃいのが1個ずつついてると。なんで3面全部使おうと思ったら、そうそう、横につけた方が、うん、でもここもおしゃれじゃないですか、この付け方もね、私好きよ、うん、で、このポケットがですね、またですね、いいんですよ。こう見えますかね、ね、リブがついてるんですよね。こうただ布がペタってしつけてあるだけじゃなくて、こういうちょっと余裕が持ってあるので、まあ言うたらですね、この前私がアブに襲われた時、これ持ってきてたと思うんですけど、こんな太いボトルでも入ります。こんな感じでね、だから山作業行く時これ使えるよね、うんうん、ここにであってもですね、そんなに分かんないんですよ、なんか邪魔っていうほど、うん、なんかこれつけてても全然こう畑作業とかもできるぐらいあるし、本当にいいよねこのエプロンね、めちゃくちゃいい。だからペットボトルとかでも多分入ると思います、夏場のね水分補給、あの重さもそんな感じですね。そうで、ベルトのとこはですね、何でしたの、じゃあこんな感じね、この腰部分もですね、こういった、これなんで、なんていうんですか、バックル、なんていうっけ、パチンってパチンって止めるタイプなんですよね。そうそう、結ぶとかじゃないから、結ぶタイプだと落ちてくんだよね。そうそうそう、これだとね、ずれてくるから、ずれないから、そう、楽なんだよね。これすごい本当に、だから女性でも男性でもどっちでもサイズ調整できるね、結構な余裕があるよね、うんうん、あるある、このベルトの長さも余裕があるんで、たましんさんにも合うし、私でもどっちでも使えるね。で、綿 100% です。だから唯一言うとすれば、めちゃくちゃシワになります。もう気にならんけど、ね、だけど作業用なんで全然気にならないです。だから使っていくたびに行くほど、多分色合いとかはすごいいい感じになってくんじゃないかなと思って、でこれほんといいよね、うん、で一番はこのエプロンというところで、あと楽しみかな、このズボンもね、うん、ズボンも良かったね、これもワークマンです、履きやすい、1900円、1900円でめちゃくちゃ履きやすいよね、履きやすい、で、めっちゃ乾きますね、はい、これ、あれだったポリやったかな、うん、ポリの素材なんで、だからこれをもう3つ買ったね、そう、まとめ買いしましたよ。私はですね、いいなと思ったら同じ種類のやつをね、全部買うとね、もうだから新しいのを何枚とかじゃない、じゃないじゃない、何種類かとかじゃない、ね、気に入ったズボンがあったら、形とか気に入ったら、それをもうまとめて買う、ね、まとめ買いして、なんでこれ3本今、うん、あるね、ある。なんかエプロンも本当はね、替えで買おうと思ったんでね、そうそう、この前見に行ったけどなくてね、なくて、もう残念だったんですけど、だからこれもいいよね、本当動きやすいし、うん、まあ、この上は持ってたんだけどね、ずっと、ね、そうそう、これもワークマンの、うん、
ね、アノラックパーカーか持ったんだけど、ずっと着てなくてね、うん、黒をね、久しぶりに、うん、まあ、黄色がちょっと色あせてて、そうそうで、だったんで、なんかもう今全身ワークマンね、そうそうそう。でこのポケットはやっぱり本当携帯とかをさ入れるから、うん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 、今までこことかにやっぱ入れてたんだけど、ここがこう、このパーカーです、このポケットいいんですけどね、うん、積んだれるというね、そうそうそうでやっぱふとした時ね、あのここにやっぱゴミとかが入ってくるから、まあ、閉めれるんだけど、うんうんうん、こっちだとそんなにカバーできてるから、うん、服でね、まあ、ね、もうとにかくこのエプロンがとにかく、うん、いいね、真似しないでくださいねなんでなんで真似じゃダメです、俺だけのファッションってどんだけや自意識過剰すぎるやろだから普段は、安全靴も、うん、なんでワークマンね、あそう、安全靴もワークマン、もうズボンもエプロンも上着 もう最近ね全身ワークマンだったね。で私もズボンと上着とT シャツとですね、あとこの下の長袖と全部ワークマンで揃えたんですけど、この上の T シャツはあのこの間アブが寄ってきた黄色ね、うんうんうん、あの色違いです、黄色も良かったんですが、一番いいのはですね、この腰がめちゃくちゃ長いんですよ、わかりますかね、ね、お尻隠れるぐらいで、横にちょっと空きがあるんで動きやすいし、でしかも何だったっけ、ちゃんとこれ持ってきたよ、これ紫外線遮蔽率 90% 以上です。これこの T シャツね、これはですねコットンリラックスプルオーバーっていう商品でした。これも980円、めっちゃ安いの綿なので、まあ、汗もねしっかり吸ってくれるし、で下のやつはですね、なんかの涼しいやつ着てたら涼しいっていうやつが欲しくて、アイスアーマー長袖クールネックっていうこのメンズのやつをですね980円で買ったんですけど、やっぱ綿がいいよね、私はもう綿好き ね、あのこれ なんつうんですか、つるんつるんした、うん、なんだっけこれはナイロン、ポリウレタンナイロン素材ですねのやつで、こうなんか涼しいですよっていう、まあ、めちゃくちゃ暑いよね、まあ暑いで大きないからね私はやっぱね、私はもう綿が好きだから、綿がいいよね、あの汗吸ってくれる方が本当楽よね、私がいつも長袖で着てるじゃん、うんうん、あれヒートテックだもん、ね、ヒートテックの綿であれ一年中ずっと一年ずっとヒートテック着てるよね、ちょっと違うやつ買いなよって言うんだけど、あれがいいんだよね、あの綿、そう、あの綿の生地が好きなんだよね、あの綿の生地がね、そう、うん、あのちょっと柔らかい感じのね、うん、そうそう綿の素材が、ね、よく言うんだけどね、暑くないとか言うんだけどもう一年中着ちゃうからわからんもんね、そうね、でしかもベタつくのが嫌なんでしょ、そうそうそう、だから長袖着てると汗ちゃんと吸ってくれるし、うん、さらっとできるんだよね、触り心地もいいから、触り心地もね、だから逆にこういうナイロンとかだと汗吸ってくれないから中になんだろうベチョって残った感じ、うん、でこの状態でまあ外で作業するのはやっぱ暑い気がする、で室内に戻った時、クーラーが効いてるとこに戻った時はスーってするよ、涼しく感じるけど、外に来てなんかあアイス感があるなっていうのは一切ないから、やっぱ綿の生地の方がいいなっていうのは思った。だから私も最近は全部もうワークマンで揃えてます。とにかくこの裾が長いのとエプロンね、最高ね、これね、そう、安くて生地もしっかりしてるから、うん、だって私が YouTube 始めて、まあ、2年ぐらいか、うん、でもその あの黄色とかも2年着てるけど ね、うん、全然破けてるとこ一切ないもんね、うん、とにかく破れる、色落ちはしょうがない、ね、うんうん、色落ちはしょうがないけど破れがないっていうのすごいよね、うん、ってことはもう使えるよね、うん、薄くなってこう、うん、なんていうとね、うん、透けてくるみたいなとかっていうこともないじゃん、ね、あれは本当にこの値段であんだけの、うん、だから他でも買えなくなるよね、作業着は本当買えない、真似しないでくださいよ勘違いすんだってだいぶ真似したかということでですね、今日はですね、もう私たちの大好きなワークマン の、はい、あのね、ちょっとお洋服新調しましたっていうところでご紹介しました、はい、皆さんの気になってた前掛けが
ね、秘密が明かされましたけど、これはでも本当にいいね。いいね。もうこのこれからの時期は本当いろいろ横に入れて作業もできるから。やっぱり作業するときエプロンつけてた方が絶対いいよね。いい。うん、なんかかんかね。ハサミとかも入れるでしょ。そう、あと手袋とかもさ、ちょっちょってして、ポイってその辺にやっぱ浮いちゃうんだよね。うん、そのままなっちゃうかい。こういう。これのがあればそこに入れるからね。うん、本当に。うん、でなくすこともないしね。ないない。これは本当におすすめです。はい、おすすめだけど真似しないでほしいんですよ。真似しないでください。買わないでくださいね。何様や。私が帰り行った時にないかもしれない。足りない、足りない、足りないってね。というところで、今日は皆さんも気になってたこのエプロンと、はい、あとはちょっと新調したお洋服、ね、ことについてご紹介させていただきました。はい、まあ、簡単な内容ではありますが、最後までご覧いただき本当にありがとうございました。もしよろしければですね、ご評価、温かいコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。